久保さんあとね、昨日僕ね、吉谷の流儀っていうのをちょっと撮ってたんですけど、そこでね、ヒカキンさんのちょっと話出してたんですよ、財布の話で。でね、ヒカキンさんね、あの、220万の財布落としたみたいなね。で、それが580万回ぐらい回してて、で、財布買いましたみたいな、新しい財布買いましたっていうのが300万回ぐらい回してて、他にも財布シリーズちょっとあったんですよ。で、トータル1000万回以上回してんですよね。 財布ネタで <laughs>。これ財布落としても <laughs>、結局 <laughs>、それ以上稼いでんじゃねえかな <laughs>、みたいな <laughs>。ということで、まああの、まあこれね、まあヒカキンさんだから、まあそれぐらいのね、再生数はヒカキンさんだからっていうのはあるんですけど、要は、何が言いたいのかっていうと、うん、それに対してやってっかやってないかなんですよ。 ですね、その物事に対してやってるのはやってないのかっていうのが本質的なところで、ヒカキンだからでしょうってい、で、それで終わらしてしまったら終わりなんですけど、<laughs> やってるかやってないかなんですよ。本当に。うん、みんなやらないですけどね、聞いても。うんだからまあ 久保さんの、ね、家の事例もありますけど、まあ、何事もお金をやっぱね、お金に悩んでるんだったら、常にその、どうやったらお金取り出せるかなっていう、市場からね。市場からどうやったらお金取り出せるかなっていう。まあ、今回、あの、ダイレクト出版の小川さんっていう人がいてるんですけど、まあ、年収100億作ったね、小川さんが。で、これま、何ヶ月前かな、動画でちょっとチラッと見たんですけど、その、やっぱ、まあ、順調、売上はうちは順調だと。 まあ、今年、ダイレクトッ版さん結構伸ばしてるんですけど、広告でグイグイと。で、だけど、一応、社長の立ち位置で、やっぱまあ、どうすると、今後どうなるのかなっていうところで、なんか、銀行のね、お偉いさんになんか話をね、聞きに行ったことがあって、それをシェアしてたんですけど、まあ、銀行のね、お偉いさんっていうかね、人は言うわけですよ。何かっていうと <laughs>、銀行にあるお金は変わってないと <laughs>。まあ、それはそうですよね。 なんかそのコロナになったからお金が消えたのかっていうと、お金消えてないんですよ。だからその銀行に働いてる人はもろ分かりますよね。お銀行のその残高をあんま変わる、そのボリューム変わってないんですよ。そりゃそうで、当たり前で。うん。だって、ね、みんなお金じゃ燃やしたのかって話じゃないですか。ねじゃあコロナになったからお金を燃やしたのか、燃やしてないですよね。<laughs> うん、もはや、まあ、コロナになってから、まあ、もちろん,そのなんだあの倒産してるところもいっぱいありますけども逆に国がお金配ったりとかもしてるわけでその市場からお金はなくなってないんですよね実際だからぶっちゃけそのあの儲かってる会社もあるわけでじゃあ儲かってる会社は何してるかっていうとあの広告費あの大量に投入してるわけですよ か久保さんがね、前,前々回かわかんない、あれですけど、の FX のね、あの報酬高いですって、広告単価高いですっていう、これ間違いなく、なんでその FX の広告単価が高くなってるのかっていうと、儲かってんですよ。なんかやんないといけないなっていう。<laughs> で、FX っていう、まあ、認知度がだいぶもうね、FX の商品が出てもう10年以上経つと思うんですけど、もう認知度普通にすげえ高いので、やっぱ、 みんな FX に、なんか、FX 投資か ?FX かやってみようかなみたいな人がめっちゃ増えてると思いますね。だって、あの、セルフ、A8 のセルフバックでも DMM さんね、3万、バンバン配ってましたからね。3万、え <laughs>、3万ですよ。しかも結構ね、FX、DMM さんは仕切り低いんですよ。他のやつと比べて、取引、取引のやつの、確か。で、3万ですよ。まあまあ、だって10人で30万ですよ、3万配ってたら。やばないですか。 100人で300万ですよ。たった100人で300万なわけですよ。1000人で3000万ですからね。だら1万人ったら3億円ですよ、広告費。やばないですか、これ。<laughs> だから儲かってんなぁと思いますけどね。だから僕が40歳になってから FX やろうと思っている理由は、ここなんですよね。<laughs> うん、要は、ま、FX で資金を増やすのはもちろんあるんだけども、実は <laughs>、 本ちゃんはそこなんですよね。広告費だったりとか、その動画に関しては何のリスクもないので <laughs>、もう安定的にまあ入ってくるじゃないですか。で、まあ安定的に FX の多分広告単価は高いんで。で、プラス集客もできるんですよね。<laughs> だからぶっちゃけ言うと <laughs>、FX で自分の資金を増やすというよりかは、情報発信で広告費も稼げるし、お客さんも稼げるっていうね。 ここが僕は40歳からの戦略なんですけどね。うん、圧倒的にその、やっぱそのパイとしては、投資ていうならば、FX のやっぱパイが一番でかいんですよ。で、やっぱあの初心者、株だと、あの初心者だと、その仕切りが高い。やっぱあの、ビッグネームとかだったらた株高いですからね。だから30万とか40万ないと、あの、買えなかったりするんで。 そうもちろんレバレッジもと株だと3倍まであんのかな3倍までいける信用取引で3倍ぐらいまでいけるはずなんですけどまあエフェクスの方がレ,レ,レバレッジね海外とか使うと二十何倍とかいけるしやっぱその少資金でもレバ効かせてできるっていうところがまあエフェクスの強みなんで、うん、まあまとめるとなんだろうな市場からお金を取り出す思考ですかね 市場からお金をどう取り出すかっていうのを常に考えて常にそれを実行するってことです。いやほんとね、ヒカキンさんね、やっぱすごいっすね。うん。で、なんでじゃあそれをやるのかっていうと、これね、まあ、ヒカキンさんも、まあ、データを見てるわけじゃないですか。財布を落とすことによって、<laughs> じゃあそれをアウトプットしたことによって、まあ、結局、まあ、ヒカキンさんのアナリティクス見てないですけど、<laughs> もうお金入ってきてるわけじゃないですか。 <laughs> でそれ実はねヒカキンさんってその財布ネタがあの財布買いましたってやつも結構5年前に動画アップしてるんですよね財布買いましたとヒカキンさんがねそうあそうそうまずあのまずにまずまず動向としてはちょっと見てみましょうかこの こう、かぶせてるんですけど、こう、2019年、ちょっと待って2 0うん。2019年に、2019年12月24日、220万の財布をガチで紛失しましたっていうのが580万回回した後に、2020年ですね。2020年1ヶ月後、ん ?6 日後ぐらいか。7日後ぐらいに、またかぶせてるんですよ。 これが330万回。220、220万の財布をなくしていじめられ生きていくっていう。220万の財布をなくしていじめられて生きていくっていうのを被せてるんですよ。6日後か7日後に。で、これが300万、330万回ですね。だこれは多分、その財布を落としたっていう動画をアップロードして結構バズって。 で、そこで、行ったもんだから、データ見て、お、これ、かぶせたっていうね。た、た、たぶんそんな感じだと思います。で、他昔からね、昔もね、5年前ぐらいに、そう。5年前に、なんだ、あの、新しい財布を買ったぞってやつで、200万回ぐらい回してます。だからこれね、ヒカキンさんの動画のチャンネルで、財布で検索すればいいのかな。財布ネタね。うん。 財布ネタ、ね、財布ネタまあまあありますね、でも。うん。あ、でも、この4つぐらいか。うん。だからこれやっぱね、いろいろやってるからですよね。うん。そう。だからやらないとデータわかんないんで、久保さんしかわかんないんですよ、F、FX のね。あの、単価に関しても。だから僕もデータ持ってるんで、いろんな動画アップして、こんなんで、こんなんいくんだ、みたいな。いっぱいありますからね。 だからそれはやった人しかわかんないし、いくら僕がこう言ったとしてもね、信用できないだろうし、やってないから。自分で見てないじゃないですか。だから自分の成功っていうのは自分のアナリティクスにあるんですよ。まあ、YouTube の広告とかだったら。だって、単価わかるじゃないですか。<laughs> ね。だからそれ見せることできないんで、あのー、まあ、口で言うしかないですけど。うん。そう。で、見せたとしても、なんだろうな。 結局、そうそうそう、画像加工してんじゃねえかとかね、なんか修正してんじゃねえかって思うじゃないですか。だから結局見せたところでも一緒なんですよね。だから自分で、自分でやって、自分で結果出して、自分のデータ見るのが、これは間違いないですよ。人に言われたこと、人が言ってることなんか信用できないんで。心の底からね。心の底から信用できないでしょ本当かなっていう。うん。<laughs> それは自分の経験、自分の,あの成果じゃないからですね。 いってらっしゃい。